こんばんは。青井水星です。いつも動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。え本日はですね、タイトルサムネにもある通りですね、ブルームバーグというです、ね、アメリカの通信メディア、まあ、情報サービスですかね、の会社が3月7日に出しているです、ね、記事の紹介をさせていただきます。まあ、こちら英文なんですけども、後ほどですね、概要欄とか、あとはコメント欄にもですね、一応元木ネタは貼っておきます。 で記事のタイトルなんですけども、オーディマ・ピーゲがパテック・フィリップの利益を上回ったというのがです、ね、えーまあ、主題になっているというところで、まあ、こちらの記事自体はです、ね、スイスの時計産業ですね、時計業界が出している統計をベースにです、ね、モルガン・スタンレイという、まあ、投資会社です、ね、が分析、レポートしたものが記事になっているというところです。 で、記事の内容としては、冒頭ですね、オーデマピゲイがライバルのパテック・フィリップの利益を初めて今年というか2021年ですね、上回ったとういうのが出ておりまして、えー、あとはですね、スイス時計産業界の巨人、ロレックスがですね、今年20 2021年というのはですね、ベストイヤーだったというところが触れられております。で、あとはスイスで時計のですね、需要面のところも話が触れられてまして、 特にローエンドの腕時計からハイエンドへ重要が移行したということで、特にリッシュモングループですね、こちらのシェアが増えて、一方でですね、ローエンドを展開しているォッチグループのシェアが落ちているというところが紹介されていました。で、こういうふうにあの、ハイエンドのところが増えた背景もですね、触れられてまして、まあこれは皆さんご存知だと思うんですけどね。 あの、2020年ぐらいからですね、始まったコロナの、まあ、パンデミックがですね、影響して、えー、旅行とか、まあそういったのがキャンセルになって、まあそういったお金がですね、消費がハイエンドのスイスの腕時計の方に回っているというところが、まあこの大きな背景になっているというふうに紹介されています。 まあそうした中でですね、あの、特にそのグループ単位で書かれているんですけども、まあリシュウォンですよね、の,のカルティエとかバシロンコンスタン,スタンタンなんとかはですね、まあ売り上げが40から50%ぐらい増加していると。一方で、スウォッチはですね、まあ、昨年比、2020年比でも22%ほどですね、シェアを落としているということで、まあそれぞれのウッドをですね、えー、グループ単位で見てもですね、大きく動きが変わってきているというような状況です。はい、えー、それ以外にもですね、 この記事の中には、えー、各社のです、ね、利益を表しているグラフが紹介されているんですけども、ここを少し触れさせていただきます。まず左からですね、ロレックス、カルティエ、オメガ、オーデマ・ピゲ、ロンジン、パテック・フィリップ、リシャール・ミルということで,です、ね、各社の利益が書かれてますけども、まあ、これでいくと、まずロレックスが圧倒的な利益を稼いでまして、えー、ここで見るとですね、先ほど冒頭であった、オーデマ・ピゲがですねパテック・フィリップの利益を上回っているというのも分かるという状況です。 まあちなみにこれロレックス見ると大体80ビリオンぐらいあるので今1スイスフラン125円ですから単純に日本円でいくと1兆円ぐらいのですね利益をロレックスはこう叩き出しているというふうなのかですねこのグラフからもわかるという状況です。 で、それ以外の記事の中にもですね、まあ、ロレックスはですね、このロレックスとオーデマピケット、パテック・フィリップ、この3社で、えー、スイスの腕時計業界の中の売上高の約40%を占めているということで、これは2019年ぐらいからするとですね、まあ、増加しているということなので、非常にこう、かなり回復している。むしろその、えー、コロナ禍前の状態以上になってきているというような、今背景があるようです。 はい。というのがですね、まあ、今回の記事の簡単な紹介になります。まあ、これを受けた感想なんですけども、まあ、全体として皆さんで認識している通りだとは思うんですけども、あの、まあ、コロナが起きてからですね、特に消費が高級腕時計とかにシフトしていって、特にハイエンドの商品というのが売れているということなので、まあ、それはもう予想通りの結果なのかなというところですね。はい。 で、あとはですね、そうですね、あの、スイスの直近のそのスイス腕時計産業が出している統計を見るとですね、2022年の1月の、出荷データみたいなのがあるんですけども、そこのレポートの中にもですね、すでに、2021年を上回る勢いだということで書いてましたので、2022年はですね、さらに、まあ、 19年、20年のですね、コロナ禍を、まあ、ボトムにしてですね、どんどん回復していって、えー、さらに売り上げ、利益を上げていくんじゃないかという風な、まあ、雰囲気を今ですね、見せているという状況になります。まあ、これはですね、まあ我々というか、まあ私最近ね、ロレックスマラソンやってませんけれども、ロレックスが欲しいって思っている方とかにすればですね、非常に なん,ていうんですかね。嬉しいニュースなんじゃないかなというふうに思います。だから2020年、22年というのはですね、前の年末かなんかにも僕動画出してると思うんですけども、非常に生産は回復するということなので、あの、ロレックスが欲しいと思っている方にはですね、えー、両方、朗報だかなというふうに思います。 ただ一方でですね、今あの、皆さんですね、ご存知の通り、まあ、ロシアとウクライナのですね、まあ、紛争というか、まあ、戦争なのか、ロシアの一方的な進行なのか、ちょっとね、表現は難しいところではあるんですけども、まあ、こういったところがですね、こう、長引くことによって、物流が麻痺したりと、まあ、そういうことでですね、まあ、物が動く、動かなくなって、えー、入ってこなくなるっていう、ね、 リスクもあると思います物は作ってんだけど物が入ってこないみたいなまあ、そうなるとまたまた価格が上がったりとかまあ、変なですね需要と供給のバランスとはまた別のところで価格が動いたりすることもあるのでまあ、この辺が今後どういう風な動きを見せるかっていうのは注意が必要かなという風に思いますはいということでですねまあ、本日はブルームバーグがですね出している 3月7日のですね、記事の紹介をさせていただきましたけども、世界のですね、スイス腕時計業界の中で、えー、ま、競争が激化して、えー、ま、さらにですね、そういった構造が変わりつつあるというような記事だったので、今後ともまた何かこういう記事がありましたら紹介させていただきます。はい、ということで、えー、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。